あとはみんな的にマドリーナ審判。も、まあ、う、それで言うと本当にディフェンス陣の補強をちゃんと進められるのかってところだよね。ディフェンス陣2枚取れたらもう本当に。あとはあれだよね。その、リーグ戦でちょっと緩む。あの、バルセロナはそこを、あの、勝ち点をこう、順調に積み重ねる。CL だと勝ち進むんだけど、リーグ戦はちょっと取りこぼし多くて、みたいなね。あとあれっすよね。あの、全員さ、スペースがあって生きるタイプのフォワードになったから、押し込んだ状態の、 この上から叩く系がホセルで、ホセルあの、CL で活躍したけど、動き直しが良くないんですよ、そんなに。ホセルってなんか、見た目とかのいぶし銀感でジルーみたいなイメージされてるけど、ジルーのキーキック度が100だとしたらホセル60ぐらいなんですよ、多分。60もちょっと多いかもしれないな。だ結局、マドリーとかバルサ相手にはひ引きこもって守るパターン多くないじゃん。特に、相手チームの監督、僕が相手チームの監督だったらマドリー相手に引きこもりますからね。だって、スペースある状態だと、 あの、めちゃくちゃ強いから、ボールもっと押し込んでたら長い距離の攻撃みんな好きじゃん。得意じゃん。てなといかに引きこもって、スペースなくして、クロス攻撃を叩ける人いないから弾き返せるかみたいなのを選んでくるチーム多くなるから。てなといに、バルサにはレバンドスキーいるけど、マドリーはその役誰やんので、 いや、でも、エンバペ、ビニシウス、ロドリゴのところから代わりで出すのって、あ優先順位で言うと、ブライヒム、ディアスだったりとか、エンドリッキとか、まあ、ね、ベリン、あの、カマビンガとかさ、モドリッチが控えだったら、その辺になって、ホセル出さねえってなるじゃん。ってなると、より一層そこのね、ビジネス的な序列で使わないから取りこぼすっていうのは起きちゃうかもね。スペースあると、個人技で潰され、あの、個人技でぶち抜かれる。裏にスペースあると、そこに蹴っといたらさ、エンバペ勝つじゃん、基本。ってなると、そこを消すんですよ。なシティ相手にやってくるじゃん。 広いスペースでさパスワークされるときついからで高いクロスハーランドいるけどシティそんな入れないからさからその戦略で戦術でマドリーもさ CL シティに勝ったしチャンスは作られてるけどそうだから現状の戦力だともうこれ目線合わせるために高いの入れるためにはホセルだってなってるけどそのホセルの序列が下がるじゃん加入選手が多くて絶対あの金使ったやつから使えってことになるしアンチロテも言うこと聞くからそこってなるとホセルの出番もっと減るからね ホセル回取るって言われてますけどね。で、ホセル回答んなかったらよりそうその高さの方がいなくなったりするからね。ただから、ベリンガムが1列低い位置で使われると、ベリンガムの攻撃力というか得点力は落ちるんだけど、ただ、その、インサイドハーフから飛び出してって、トップの選手とかが開けたスペース出てけるっていうのはあるよね。あとはベリンガムのインサイドハーフが意外にやってないじゃん。ウィングとかトップしたじゃん。433の一角のベリンガムがどのぐらい機能するかみたいなのあるよね。ベリンガムハバーツみたいに使うのもありだと思うよ。ありというか、あり、そうなるだろうね。ただその、 基本的に前にさ、使いたい選手いっぱいいる場合、中盤できるベリンガム。っていうか、去年エンバペ取れてたら、ベリンガム中盤からスタートで、去年みたいなゼロトップとか左ウィングやってなかっただろうから。で、ベリンガムもともとイングランド代表でもダブルボランチやってたり、まあ、ドルトムントでもやってたし、全然そこできるんだけどね。なんなら新しい役割で機能しすぎなんだよね、ベリンガム。その、消去法のコンバートで大当たりみたいな感じ。バルサの優先戦沖のニコ・ウィリアムズは、 うーん、お金次第かなーだからそれこそどうしても、ニコイリアムスに大金突っ込むんだったら相当ファティ信頼できなかったり、ビトールロケもなしってなってんだろうね。結構半々だと思いますね、ニコイリアムスんあの、状況的にはまったら強いけど、動き直し良かったりとか、器用なタイプじゃないですからね。現時点でのうさん含め、バルセロナ左グ誰が最適だと思いますかもう取って、 思ったより活躍しなくて、売れなくて、金ねえっていう、もうそのおバカさんムーブもうやめた方がいいと思うから、ニコがどんないい選手だったとしても、取んなくていいと思う。マジで、いる選手だけでやってみようっていう。いや、マジで、カンセロも、ジョアン・フェリックスもいらない。本当だって、少数制で良くない。で、一年やって、本当に使えない選手外して、で、たまったお金で新しいとこ行こうっていう。 だって絶対さフェラントレスいらなかったし取るとしてもローンでよかったじゃん普通にそれでいいよだからもう絶対もう配るしとか洗うことがでングとかもう軸になる選手をちゃんと使ってそうカンテラーにもいるしねでラフィーナだって占いんだったら左ウィングできるしそう本当にねマジでギャ俺本当バルサに関しては補強をセルフ禁止した方が強くなるの早いと思うよだって組んである程度頑張ったけど組んでぐらいの金使ってもっといい選手俺取れたと思ってるし コマンダー的なセンターバック使ってアラゴサイドバックで中入るタイプのセンターバックでスリーバック化して育てた方がいいと思ってるしね。そうだから、な、なんか金使わないと不安だった。あとまあ、チャビも言ってたみたいな内部的にはちょっと戦力足りないと思ってんだろうね。だって組んでとフェラントーレスに無駄にお金使ってなかったらベルナードシューバー取れたでしょもう今ので全部そういうことだよね。そうだから、マドリーと違って、その、前言った、すき焼きで言ったらいいお肉買ってくるのはマドリーもバルサもできるんだけど、周りの春菊とか、そういうなんか、横にあるネギとかそういうの美味しいの買ってこれないんだよ、バルサは 買ってくる率が低いバルサ君比左右戦法強として挙げられてますから予算的にバルセロナの君どうですかお金あるならあれだけどマジで <laughs> ニココンザル使ってどうなんのかとかいや全然全く金ないんならニコとクリステンセンって全然いけるよ。 本当に補強しないで、マジであの落合中日みたいな、現状の戦力の10%上乗せして優勝しますみたいなさ、それやって、いや、さすがに戦力、ていうかおお、みんなさ、バルサの監督だったら、アーダコーダーいっぱい補強して、いや、マドリン勝てねえじゃないかよりあ、補強なしでいいっす、これで勝たせますって言って、勝てなかった時に、やるだけやったけどっていうので、で、周りから、いや、よくやったよ、の方が延命されるよね。<laughs> そう思わない <laughs>。で、マジでバルサ強いんだって、普通に。日本代表とかにも同じこと言ってるけど、 これ今ワイスカトバシャミまず、キーパー手足提言がいいじゃん。で、フォーバック、まあ、今だと右から、守備だけ起くすんだったら、うん、組んで洗う方、配るし、バルで。組んでか洗う方はどっちかだけにしたいけどね、使うんだで、まあ、背景とか考えると、まあ、洗う方。で、僕はセンターバックにオン号下ろしたいですね。そしたら失わないから、もうボール。で、アンカーにギュンドアンで、左インサイドハーフ、えー、ガビー、右ペドリ。で、あの、インサイドハーフ、他にも、あのラフィーニャとかやらせる。 で、右アマル、トップ、レバンドスキー。で、左、ビトルロ,ロケこれ。ロケは出番与えて、どう使ってったらよくなるから。って感じかな。うん。で、あとは、カンセロとか残して、左ウィングは全然ありだと思うね。ただ、守備の判断能力とか、プレスとか上手くなさそうだから、まあ、買い取らなくていいんなら買い取らない方がいい。で、ここに、あの、あれ、フォルトとかいるじゃん。あ、あと、ファティも戻ってくるしね、左ウィング。で、ちゃんとお金貯めて、だって、マドリーだってさ、このギャラクティコ戦略みたいななんか言ってるけどさ、実際さ、補強しない年って全然補強しないでさ、エンバペ貯金だねって言ってたじゃん。 あれが大事なんだよ。しろよ、貯金。変なん買っちゃうけど。いやでもマジで、最大風速出し続けるマドリーだったらきついかもしんないけど、マドリーってなんか戦力いるはずなのに落ちる期間とか全然あるじゃん。で、今だとディフェンス取ってこない可能性もあるから、今までのマドリーだと。で、バルサってさ、スター集団なんだけど、マドリーよりもその貴族意識高いっていうか、CL でドーンみたいな爆発力は少ないんだけど、本当にさ、堅実に勝つじゃん。 あと、プレスの連動がバルサよりするじゃん。マジで、マドリーがずっと乗り続けるみたいなのなかったら予算的に優勝できんのよ。全然いけるって。いるんでしょ、どうせ。カンテラからこんなすごいのいたんだ、みたいな選手とかさ。あ、クリステンさン音楽器は全然いいと思う。ただ、やり出す時期素朴じゃないだろうって。だからプレシーズンからちゃんとやらせてあげてたらもっと機能したと思うね。クリステンセン、対人とかそういう、なんつうの、いろいろさ、ちょこちょこ怖いとこあるけど、相手なんですかったら全然いけるし。 フリリーであらばリュディがエンバペトペトの普通に考えすごいよそれだけ年俸とかいろいろかかっちゃってるはか,かかっちゃってるんだろうけどねそうで節約したら使うべき時にだってベルナード・シューバーさこう狭い色だっけなんかそのあのクラスのタレントその金で取れんだぐらい落としてくれてんじゃんなのにフェラントーレスとかさその変な金使ってるからさ毎回会長が新しい人になるたびに前の政権が金使いすぎててみたいな言いたいことは マドリーがずっと絶好調でこのタレント力のまんまの能力出続けるなんてなかなかないからバルサは普通に無駄金使わなくても2位マドリー次第では1位全然取れんだよそうそうそうお金の使い方に差が出てホントそうあカ仮想クラシックさっきやったつもりでいたなそうだからバルサの方がチームとして連動できて貴帰属意識高いから結局ねやっぱりねあのー、それこそめちゃくちゃ上手い人たちがいるとボールつないで最後メッシーにクリーンな状態でボール渡すみたいな うちで言うビハインドクロスみたいなことなんでメッシにボールを前向きで渡すっていうの。これが一番点取れるっていう。ペップって、誰にどうボール渡したら一番点取れるかってところから考えると思うんだよね。それが今、ホーデンをウィングにしない理由って俺それだと思ってて、ホーデンがライン間で前向いてミドルシュートが一番点取れるっていう、そこからパスも出せるし。ホーデンがちょっと、あのー、シティにおいてのメッシ化してんのかなって思うんですよね、今。ホーデンとデブライネでその役割分担してるみたいなのもの見えるかな。そのチャンスメイクってところで。 で、決めるということで、ハーランドみたいな。で、あのー、心のバルサで言うと、メッシにいかにクリーンな状態でボール渡すかって言ってたし、で、それが、バイルになって、リベリでそれやろうとしたんだけど、あ、これ違うなってなって、リベリとロッペンを晴らした上で、そこ仕掛けさせてっていうので、その後からレバントスキー取ってきて、みたいな。で、サイドバック中入れて、みたいな。そうだ、それで言うと、今の、今のマドリーで言ったらね、どっからでも点取るけど、多分、 ベンゼマいた時のビニシュースとベンゼマとロドリゴの絡み方をエンバペでやる感じだからそこにインサイドアウトから前出てって得点取れるあのベリンガムみんなでかいよねであとは後ろを安定させられるかっていうあらバ不在時どういう形でやるかっていうあともしもベンゼマエンバペに守備免除とかする感じにするってなるとチュアメニの守備力上げないといけないよねあとあれだなだそれでバルサはどういう形にするかっていうのとそれが 本当だったらヤマル・ファティで殴りたいけど、ファティも張って仕掛けるっていう、ちょっと内側入るタイプだから。でも、ファティが張って、内側をギュンドアン一列上がって、中にバルで入るパターンと、ファティ中入って、バルで高い人ってギュンドアンクロースロールのパターン2個いけるから、左がすごいね、いい感じになるんですよ、そこの適材適所で言うと。で、右はヤマル、基本、張ってした、現状だと組んでなんだろうけど、そこどうするかだよね。私、エオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、 毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。 to yeah.